リンゴとリンゴとハチミツバーモントカレーバーモントカレーだ。にゃーはーバスケンさんってびっくりするとにゃーはーって言うんだね。バカだ。あ、箱がかびっくりした。バカだって言ってた。うわうわきたー。わかった。なに？エメラルドは回収されないんですね。え？え？実績にないからってこと？ね、ああ、そんな事情で取れるよね。下に受け皿まで作って砕いてみたけどダメ。エメラルドはダメでした。へえ。それさ、それ石ピッケルでやってるとかじゃなくて？石ピッケルでやってる。あ、うん。鉄でやるやあ、これって鉄じゃダメなんだっけ？鉄じゃダメなんだっけ？石じゃあ、多分いい加減にしてもらえるかな。それこそソラさん何年前からやってんだって。そうだよソラさん。何年前からやってんだよソラさん。しかも今悪質なのはワールド制作者のせいにしようとしてたところが悪質。怒られるやつだ。悪質よソラさん。それそうだっけ。そうですよ。砕けないと思ってた。だからポッポココなんだよソラさんは。すいませんでした。いいよ。いいじゃないもん。あれ俺エンダーマン見ちゃったかな。声が今地下でガストと対戦中で勝ち申した。地下でガスト？はい、あのトモさんと一緒に今地下降りてきて、はあ、鉱石掘ってたらガストがいたんですよ。へえ。ガストじゃないですよ。何言ってんですか。エンダーマンですよ。やめてください。みんなどうした今日。俺は地下に湧く地下にもガストのスポーンが出てきたのかと思った。ええー、と思った。やめてください、そういうミスリードするのは。ちょっと待っていいかな、ミスリードじゃないよね。降りる人はあの下の池に。あ、すれ違いポイント作るか。いやっまっうまっ危な。単線の電車みたい。ここね。ピッケル持ってくればよかった。あ、あるよ、行くか。チャミンが来るよりも先にこっちで手で石を破壊するのが早い気がする。割れちゃうよ。チャミンが早いのか、俺の木を切る木？石を砕くのが早いのか。どこ？今俺が止まってるところ。ああ！え？もう少しで割れる瞬間視界遮られてなくなった日々が。いいよ、そこ割ってくれ。どこ？ここ？そのうん。あ、そう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 。早いな、ピケル。その上も。OK、センキュー。からのこれ一個出ればからのおっしゃおっしゃ。あ、じゃあそこに橋を入れとくね。ここはパンプキンパイとツタんで、ここ浮島1はこんなもんだ。浮島1あんまりいいものない。あ、まだ上があるってことっすか。へえ、ほんとだ、すげえ。なんか上にチラチラ見えるのあれなんすかね。そう、なんか溶岩っぽいのがチャッチャッチャッチャ見えるんだよね。ですよね。おい、でもなんかネザーのブロックっぽいんだよね、上にあるやつ。わあ、近くなってきたら落ちる。ニワトリはどっかの下に落ちてんじゃないの。ニワトリ落ちろ。どっかの下に落ちてるね。今ニワトリを下に落としました。拾ってくる。パタ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 。じゃあガッチャンを。ああ。ガッチャンは空を飛べません。落とさないでください。いや、ヒューグシャだよ、ガッチャンは。グシャグシャ。じゃあ上のつなげてくるわさ。うん、石ブロックとかいる？石はね、今40持ってるから多分足りんじゃねえかな。石も、ね、石も今私27個持ってる。オッケー、とりあえずはしごをまた。あれないよ。何がない？下に？エメラル落ちてくんならこの辺ですね。木の上とかは？よいしょ。ここから落ちちゃうんだから。ない。40ブロックで足りるかなこれ。めっちゃ高いよこれ。すごい高さ。うわ、ガスト湧いた。上にガスト湧いたいって。いらっしゃい、おかえりなさい。ガスト湧いた。あー、なんかネザーのいる馬っぽいって言ったら2体いるよ、2体。やばい、これそういうことだったのか。あそこの浮島1であの石ブロックのそのバリケード作らないと下にバシャバシャやられるけど、これはもしかしたらチャンスかもしれない。
あ、打ち返したら自責解除。そう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 。はい、クミさん。エメラルドない。固定砲整備班ご飯はい来て、クミさん、これはチャンスだよ。近づいていってるよ、近づいていってるよ。やっぱネザーラックだ。だ水晶がある、やっぱり。わいたー。うわあ、落とされた。ただいま。ねえ。モンスターが湧いたのか、わーいたと2つかかってる。わーいと痛いね。わーいたと湧いた。そんな落ちながら。トンチ効いてるなと思って。いやいや、トンチ効かせる余裕ないから。さすが。ネズッチじゃないから。トモッチだ。トモッチじゃないよ。わかった。いつも同じ場所でやられるから、それよりも2マスか3マスくらい下に下がった。湧かない。湧かない線引きができた。そこがじゃあ、限界点と。限界点な気がする。これ以上近づいたら湧くんだと思う。よし。ほい。トモさん、材料持ってきたよ。オッケー。上に安全地帯作る。そらさん、ここをじゃあちょっと、あれにしよっか。拡張してたらいい？うん、拡張しましょう。よし。怖い。あ、いいね。そらさん、早いね、仕事。うん。さすがエメラルド2つなくした女。褒め殺しきた。褒め殺しなのかな。褒め殺しきた。褒めてんだか褒めてないんだか、ね、なしてんだかわかんないけど、これ多分この距離なら剣で剣でいける気がする。剣持ってきて。あ、剣私今持ってるから行ってみっか。じゃあ OK。 ここなんだよな。湧くかな。もう湧いた。うわ、上、あ、でもバリアのおかげで打ち返せる。これなら打ち返せる。あー、そっか、行動範囲が遮られるんですね。さあ来い。ラストも。いたっす。あ、はしごが、はしごが壊されたガストに。あ、確かにガスト、あ、はしご拾えた。ガストもうあんまり飛べないんだ、バリアの影響受けるから。うん、ソウルさん来てるよ。松明反射。おっしゃ、来たー。実績解除。一発。松明反射。すごい、トモさん。やっぱりな、やっぱエンドゲーム見てきたからかな。いやいや、どうしてもそれ言いたいだけみたいな。湧いてる湧いてる湧いてるわ。あー、すごい数、すごい数。やばいやばいやばい。ブロック持ってった方がいい？こう3マスごとに足場作るとか、ちょっとずつにじり寄ってった方がいいかもしれないですね、これ。なるほど。じりじりとね。そうです、じりじりと。リンゴってさ、あー、待って、危ない。うわ、大丈夫？危ない、危ねえ、落とされるとこだった。いやいや、おい、下に着弾したぞ、今ドーンって言ったぞ、下に。あ、やっぱり一個通り過ぎてったなーと思った。いやいやいや、言わないと。トモさん下にいるから。あれじゃなくて、今だって俺地下にいるのにすごい音近く聞こえたってことは、ある程度掘られたってことだから。まあ、そうだ。おさくら上で好き勝手やってらっしゃるかもしれないけど。あ、でも上の安全地帯結構広がったんじゃない？広がりました。跳ね返して跳ね返して跳ね返して、死んでるソーラさん。あ、ソーラさん、アイテムが下に今すれ違ってった、俺アイテムと。あ、でも多分さっきにガストの火球で、あれ、ソーラさん今ダイヤ持ってました？持ってました。あ、危ない、ダイヤ持ってる人ない。ソーラさん本当に今日ソーラさんの遺品を、ソーラさんこれ、ソーラさんの、あと椅子の剣も持ってましたよね。危ない危ない、はい、危ないって、そのなんかおっとり言うのやめてもらっていいかな。どうやって登るんだこれ。湧いた湧いた湧いた。ひえーっつってるよ。待ってね。どうする？上と下にガスト。ハンバーガーだねこれ、ガストに。ハンバーガーされてる。あの発音良すぎてよく分かんなかったです。ハンバーガー。ソラさん今のは判定は？ハンバーガー。伝わる？わかるわかるわからないじゃなくて。ねえ、ねえ、わかるわからないで言うの。わかるわかる。いやいやいや、日本人だし、英語圏の人には伝わらないみたいに間接的にディスるようになってきやがった。ソーラさんってさ、映画ってさ、
あの、例えばそのアベンジャーズとか字幕も吹き替えもなしでも見れるの。早物の追いつかない。もうセリフ早すぎてダメですね。あ、やっぱそうなんだ。うん、半分ぐらいしかわかんない。なんか同時通訳を仕事にしてる人でも海外映画は見ないんだってね。なんていうの、そのネイティブの感じでは、うん、めっちゃ空いてる。クミ、あの下がんないと、わ、でも登んないと進めないし。クミさんが死んだ、ざまみろこれは怒りを買う一言。どうやっていく、ここから先どうしましょうね。だんだんガスト下がってってない？え？いや、嘘、その下にいる。あ、本当だ、下がってる。これやばくない？あの、はしごが壊されてる、ガストに。あらら、上に上がるところがどんどん下に押し下げられてる。なんか上からいろんなの降ってくるよ。ガストがはしご壊す。はしご拾ったもん。その途中のガスト壊さない、殺さないとダメだ。スポナーで無限湧きだもん、これ。あ、なぜかクリパーが湧いている。どうしよう、これどうしよう。クリーパー、ソーラさん、クリーパー、まあ、やめて、やめて、弾けないで、そんなこと、あー、やめなって。あー、ソーラさんがこれどうしよう。手強いですね、3体見ると。どっかんどっかん、うるさい。あ、すごい回収班になってる、私。すげー、上に撃ってる。やばい。あ、トモさん上にいたんですね。うわー、落ちていっぱい落ちていた。俺、いろんなもの持ってる。ガストってさ、日本人からしたらさ、ファミレスが頭に思い浮かぶけどさ、あっちの人はガストって言ったら何なの？こういう怖いやつなの？ゴーストってこと？ファミレスのガストのガストは、確かごちそうって意味ですよ。へー、そうなんだ。知らなかった。うん、スペイン語かなんかだと思いますけど。ココスは、ココス。ココス。あ、またか。サイゼリア、サイゼリア。わかんない。え、めっちゃ困らしてる。そロイヤルホスト、ロイヤルホスト、ロイヤルホスト。いや、そのままじゃない。ホストはわかるじゃない。ロイヤル、だからあの最高級の高貴なるお客様、うん、ホストってお客さんってことなの？うん。え、じゃあなんでさ、ゲームでさ、じゃあホストするわっていうの、お客さんするわっていう逆じゃない？ごめん、ごめん、ホストはじゃなかった、ゲストだったホストって何なんだろうホストはあの迎える方、迎える人。へえ。あ、出てきた、うん、サイゼリアの由来と言語って。何？イタリア語で口なしの花だって。へえ。口なしってあの黄色、歌のタイトルになってるのしか知らないです。昔の西郷輝彦の口なしの花って曲は。御三家。そうです、そうです。へえ。なんで口なしでファミリーレストランなんでしょうね。なんでですか、口がなかったら食べれないの？そういう口ですかねさあ、みんなもう上のガストにはうんざりしてきた頃、ガストは死にました。うん、近掘りしたい。どう、ちょっと、ね、作戦立てようぜ。ガストをどうにかしなきゃね。あ、でも消えたね。うん、ガストって言った。空域を手に入れる作戦。クリエイティブ？クリエイティブ。ここに来て。作戦じゃねえ。後に置いておきましょう。オッケー、じゃあコメ欄で募集っていうことで。いいね。いいね。空域奪還作戦の皆さんの案を求めます。お願いします。お願いします。じゃあ我々は地下行きますか。動画になってまた撮影する頃にはもう解消してたりして。